11月17日木曜日、時刻は午後10時半になりました。フォアドルの曖昧ルーム始まります。はい、皆さんこんばんは。フォアドルの千春ことあきちゃるです。パーカンこと浦谷春菜です。そして一般です。あ、声高いね今日。最後からかな、忘れてた。ね、見てプレゼントぶら下げてる。あ、ほんとだ、かわいい。クリスマスシーズンですね。はい、ということで今日も私たちホワイドールがショールームさんから生配信します。木曜日の午後11時、普段は11時、私たちはここにいるので皆さんもぜひ見に来てくださいね。はい、では皆さん声聞こえてますか？どうですか？聞こえてたらコメントください。スマホ OK、 PC OK、 大丈夫かな。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はね10時半からの開始でしたが、遅刻してる人はいないかな？いないかな？いるかな？いるかな？まあまあ後で拡散ツイートまたやるんでその時に読みましょう。はい、ということでまず昨日の説明をしたいと思います。右下にあるアイテムですが、こちらはクリックすると画面に投げ込むことができます。そしてコメントを書き込んで画面に表示することもできます。画面に表示されるのは1秒ぐらいなので、長い言葉よりはインパクトのある一言の方が印象的かもしれないです。アイテムやコメントによってポイントが溜まっていくと、皆さんがお使いのアバターをどんどん進化させたり、その日の放送で前の方に自分のアバターが来たりするので、どんどん番組に参加して前の方に来てください。なお、コメントやアイテムを投げるには無料のアカウント登録が必要となります。皆さん、まずは新規登録から始めてみてください。私たちとコミュニケーションを取りながら楽しい時間を過ごしましょう。はいはい、はい、ということで現在は何人でしょうか？217人です。あ、でも意外といる。よかった、よかった、ね、ありがとうございます。そう、先週のね、終わりの放送の終わりでちょっと告知したんですけども、今日は11時半からテレタマンの方で、ホットウェブ熱波にホワイトオールが出ているということで、はい、裏かぶりしちゃうので30分早めました。早めました。はい、なのでね、皆さんこの後はショールーム見た後は、あのテレタマ映る地域の皆さんはテレタマを見てからちゃんと就寝してください。はい、今日はホワイトオールですね。ね、はい、はい、ということで、はい、今日で何回目だ。83 83回目です。83だ。やさやさやさ、はい、ということで今日もね、初めてホワイドールを見る方もいると思うので、まずは自己紹介をしたいと思います。私たちホワイドールは北海道札幌市出身の2人組オーガニックガールズユニットとして活動していて、今はもう関東中心にライブ活動を行っていたり、毎週木曜日はここでショールームを行っています。ショールームの中ではですね、ライブでは見れないいろんなホワイドールの顔が見れる配信をしているんですけど、たまにはあの対決したりとか、あとはね、体を張って富士山登ったりとか琵琶湖を一周したりとか、いろんな企画をやっております。はい、はい、そしてですね、ホワイドールショールームでは目標のビュー数を決めていて、今は3月末までに3777ビューを目標に頑張っています、はい、と今までですね、5000秒目標に頑張って達成せずに罰ゲームで富士山に登ったりとか、はい、前回は3000秒目標に頑張ってて一応達成したんですけど、時間内のクリアじゃなかったのでご褒美と罰ゲームを両方やってビワイチしたりとかしてたんですけど、今回は3月末までに3777秒を目指して頑張っております。今回の達成のご褒美はじゃじゃん、3777ビュー達成で欲しいものプレゼント、欲しいもの、はい、そしてもしも5000ビュー達成したら沖縄旅行、沖縄行きたい、はい、なので沖縄の場合は皆さんとバスツアーを組んで旅行に行こうかなと思ってます、はい、そしてもしも1万ビュー達成したら海外タヒチに旅行に行きます。イエーイ、春の念願のタヒチに行こうかなと思ってます。ショールームで、ショールーム3と言っていきたいですね。はい、そして今回も罰ゲーム決まってまして、今回の罰ゲームは3776ビュー以下で日本一長い階段にチャレンジ、はい、そうなんです。ということで、見てください皆様、これが日本一長いと言われて熊本県にある階段なんですけど、ちょっと見えないね。見えないです。見えますか？ちょっと見えます。近づいた方がいいです。見えるかな。はい、これが
頂上らしいんですけど、ここにね行くことになります。そして階段のもっと分かりやすい感じなんですけど、これですね、じゃじゃん、宇宙経過、宇宙経過、こんな感じで、ね、はい、階段壁上も上、まあ、階段しか見えないんですけど、この写真がこれを約3時間撮って頂上まで行くみたいです。降りるのも入れると往復6時間かかる、すっごい階段らしいんですよ。はい、罰ゲームだったらね、ここに私たちが登りに行かなきゃいけないんです。でもそうなんですよ、私たちはいつも罰ゲームなのでね、今回こそはね3777ビュー達成して欲しいものをねゲットしたいなと思っていますので、春のは沖縄に行きたい。沖縄ね、どうせまずはここを達成して、ね、欲しいものもらって沖縄行こう、沖縄行きたいなって考えてるんですけど、沖縄になったらファンの皆さんとバスツアー組んで行けるっていうね、あの内容になっていますので、ぜひ皆さんもねぜひ一緒に沖縄に行きたいなと思ってます。行きましょう。なので来年の3月末までの3777ビューをまずは達成したいなと思っていますので、皆さん毎週見てください。お願いします。ではでは、じゃあいつものようにまずは1週間活動報告したいと思います。はい、まずは11月11日ポッキーの日、スミレアイオンライトの発売記念イベントということで、どこだっけ、新生堂さんでやったんですけど、この日はトークイベントをしました。うんうん、はい、私服でねトークイベントやりましたね。そして11月12日は新潟の方に行って音の細道、はい、粉骨最新、はい、に出演しました。イエイ。で13日が秋葉原ソフマップ1号店さんでリリースイベント2回回し、そして11月14日はですね、ラジオなんですけど FM807 なんでも聞かせデラックスのオンエアデラックスしましたね。そしてリリースイベントも新宿で空指、ね、にありました。そして15日は新生堂サンシャインしてアルタ店さんで発売日記念イベントをやらせていただきました。はい、そして EX 大賞の掲載もありましたね、掲載もありました、はい、そして16日は HMV レコードショップ渋谷店さんでリリースイベント、そして今日17日もリリースイベントで HMV エソラ池袋さん、はい、そして今日この後ね23時30分からテレビ埼玉ホットウェーブ熱波の応援があります。はい、11日から毎日イベントやってるんですよ。なんか思い出深いのは何だろう、やっぱりフライングゲット発売日がすごい思い出、そうねそうね、フライングゲット、フライングゲットの日すっごいたくさん来てくれたんですよ。うん、後ろまでめっちゃいっぱいいた、ね、うん、いっぱいいた、ね、久しぶりに、すごい久しぶりにいっぱい、ぎゅうぎゅうだった、ぎゅうぎゅうでした毎回ぎゅうぎゅうにしたよね、うん、でも本当にフラゲ日ということもあってたくさんの方が頑張って駆けつけてくださって本当にありがとうございました。嬉しかったです。ポスターもいっぱいねゲットしてくれて、サインもいっぱい書いたし、と発売日は新生堂さんで迎えたんですけど、うん、ちょっと早い時間だったんですけどね、新生堂さんでもギュッといっぱい、ね、集まってくださって一緒に発売日をお祝いしてくれてすごい嬉しかったです。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。これでもポスターゲットできたよ、だって ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。なんか嬉しいことにピボテン、タワーレコードピボテンはなんかずっと CD が枯れてるみたいで入荷待ちらしいです今。嬉しい、はあ、嬉しい、本当ですか。もちろん私たちの家族もそうなんです、買ってるんですけども、ありがとう、いつもね枯らせた原因かもしれないですでもね、札幌ファンの方も買ったよってリップとか見てます、ね、ありがとうございます。またね12月はい、そうなんです、ピボテンでリリースイベント決まったんで、あ、決まってない、決まってないですか、まだ決まってなかったです、決まってないけど、はい、札幌に12月の21日、あ決まってないです、決まってないですけど、私たちの勘違いでした、はい、違うイベントでした、申し訳ないです、すいません、はい、
ということなので、はい、札幌でもね早く新曲歌いたいんです、はい、早く帰りたいんで皆さん待っててください。他の地方もね、続々と今、ちょこちょこと、続々とそんなにでもないか、大阪は決まったので、大阪、はい、18日の大阪、決まりまして、そこでもリリースイベント、ドヌーチェや、あ、でもそれはリリースイベントじゃない、はい、呼んでもらったイベントなんですけども、はい、そこでも新曲聴けるので、地方の皆さんも楽しみにしててください。はい、あとは、あれですね。そう、EX 大衆っていう雑誌にアイドルの部屋、ファンの部屋という形でホワイドール掲載されていまして、うん、ホワイドールの2人のお部屋とファンの方のお部屋が3人分載せられてまして、はい、皆さん見てくれましたか。あの実は前チラッと定期公演でさらっとお話ししたんですけど、実は引っ越してて1年前ぐらいにから新しい合宿場がさらされるのは初めてなんですよ、うん、初公開。初公開、うん、でも可愛い感じに撮ってもらって、ねね、ちょっとでも春のね心残りがあって言おうかな。あのねエアコンのリモコンが映ってるんですよ。いやわかんないよ、窓際に。それがすっごいすっごい気になってる自分の中で。本当、そうよかったらよく見て探してみてください。私もそうやって言われたらテーブル映ってるんですけど、そこの上に、うん、あの化粧水とかめっちゃいっぱい置いてて、うん、整理しないままいろんなものだからごっちゃごちゃしてて、うんうん、それがちょっともっと整理したことがよかったなってね。なんかそう、あのその日前にライブがあって、ライブ帰ってきてすぐの取材だったんで、めっちゃバタバタしてて、そうで決まったのもね結構ギリギリだったんで、すごいバタバタと片付けて、あー大変だった。大変でした。でも、ね、ぜひ皆さん見てください。見てください。今発売中なのでね。はい、はい、かわいい、かわいいお部屋だったよ。かわいいお部屋、ありがとう。ファンの方のお部屋が良かったですね。すごいポスターも貼ってくれてて、ね、CD も見えました。あ、リモコン見つけられてる。そう、リモコン映ってるんです。あれ、ハッとしたかった。見つけたリモコン。残念。生活感があって、そうね、ってことでちゃんと住んでる。あとね、なんかサックスの置き場所って書いてあったけど、あれね、そう、閉まってたサックスをなんかたまたま話の流れで、そうサックスも今あのタワレコのポスターの撮影なんかをそのままいただいてあるんですよみたいなで、練習中なんですって言ったら、じゃあサックス置きましょうってなって、そうベッドの上にサックスを置いてある。いや、あれはねシュールだったね。なんでもベッドの上にあるんだ。確かに、もうスタンドもないしね、ケースそのまま置いとくのもあれだしっていうので、うん、本体だけ置いたんですけど、うん、可愛かった。新潟でポスターもらいました。だって ありがとうございます。サイン入りポスター欲しかった。もうゲットの機会はないのかな。まだある、まだあるかな。横浜でポスターゲット済み、うん、ありがとうございます。ちょっとね、今回 の、このノーミュージックのアイドルのポスター、うん、本当におしゃれにできたんで、ぜひ部屋に飾ってください。飾ってください。インテリアになると思います。おしゃれなんで普段ポスター貼らないので、今回貼ってしまったので、 ありがとうございます。嬉しい。ツイッターとか、あの私フラゲビと発売日と発売日して発売後、うん、すごい気になってずっとツイッターに潜んでたんですよ、うん、噂してて。だけどなんか額に飾ってくれてる人とかもいたし、うん、すぐ飾ったよっていっぱいリップ来て、すごいね部屋に飾ってくれてる人がいっぱいいたんですよ。額入れてくれるのすっごい嬉しい。嬉しかった。だから皆さんも、あの飾るのもったいないからとかって結構言われたりとかもするんですけど、うんうん、私たちは飾ってほしいです。飾ってほしいです。飾ってほしいです。なんかね、あれですよ、画鋲の穴開けない方法があって、画鋲で飾る方は、うん、あの四つ角のところにこうクリップをこう止めるんですよ、うん、まあ六つでもいいんですけど、うん、こう画鋲を刺したいところにクリップを止めて、うん、あのこのクリップをでちょっとだけ出しておくと、ここに刺せるから、そうするとあのポスターに穴を開けないで飾れるんですよ。そうなんだ。そうなので、それぜひ試してください。じゃあ皆さん、穴開けたくない方はぜひそれで貼ってください。はい、高松店、高松店、お高松店でポスターゲットしました、うん、ありがとうございます。全国14名古屋でもらいました。嬉しい。やってますので、ね、結構なんか全国各地でゲットしてくれてて嬉しいね、うん、札幌から沖縄まで、うん、北から南まで全国14店舗、ぜひお近くの店舗でゲットしてください、はい、お願いします。お願いします。あれね、早いもの順なんで、うん、はい、早いもの順で両面テープだ。あ、両面テープね、なるほど、うん、まあ穴開けますけどね。あり
がとう。なるほどね。飾り用と保管用、ね、沖縄店もゲットしてくれたってありがとうございます、うん、ありがとうございます。沖縄もね、行けてないから行きたいね。うん、行きたい。はい、ということでこんな感じかな、1週間は。はい、うん、感じです。ではでは、ではあ、ツイッターの拡散を、はい、しましょう。したいと思います。今から私たちが、うん、ショールームの告知ツイートをするので、皆さんぜひぜひそれをリツイートしてください。はい、お願いします。あとはショールームのツイッターマークからもツイートできますので、はい、ぜひぜひツイートお願いします。してください。いつもね、そうショールームの日の帰りにツイート見ると、そのショールームからみんなが告知してくれた分の、うん、あのツイートがいっぱい出てきてすごい嬉しいんですよ。フォワードルの曖昧配信、新幹線で見てくれてるの？え、嘘。電波大丈夫ですか？電波大丈夫？大丈夫ですか？途切れてない？途切れてない。すごい。うまいな。2月のエピローグ最近歌ってないの？ね。懐かしい。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。皆さん、お願いします。たくさんお願いします。ちょっと待ってください。待ちます。あ、特典映像。あ、うん。特典映像もね、そうなんです。昨日の。そうだそうだ、特典でね。そう。特典映像。オフショットじゃないけど。昨日だったんですけど、あのメイキング映像、ミュージックビデオのメイキング映像になっています。はい、はい、まだ見れてない、見てください。ぜひぜひぜひ。面白かったって言ってくれた今日来た方が、うん、見てくれた方が、うん、昨日見てから寝てくれた方が多くて、はい、ということで、はい、スペシャルギフトが届いてます。はい、サトシさん、どんぐり、どんぐり、SNS計画、みおさん、どんぐり、どんぐり、ショコラさん、花束、花束、イーベンさん、どんぐり、どんぐり、かずきさん、どんぐり、花束、花束、お花畑さん、どんぐり、たかしさん、どんぐり、ふろしき、ゴーさん、どんぐり、花束、こおりのさん、花束、りんことうさぎさん、花束、石田屋さん、花束、マスポンさん、どんぐり、ありがとうございます。はい、はい、ということで、うん、今日はね、30分早くスタートしてるので、まだね、見に来てない、気づいてないお友達もいると思う、うん、お友達もいると思うので、うん、皆さんぜひ、お友達引っ張ってきてくださいね。はい、お願いします。はい、だから今日早く、30分早く終わっちゃうので、うん、そう、早く見に来ないとね、見れる分数が後半の方に足りないので、ぜひぜひ今から誘ってリツイートして、はい、お友達呼んでください。大きなお友達ね、そう、大きなお友達。はい、今気づいた。あ、おかえりなさい、おかえりなさい、じゃないか。いらっしゃい。まーちゃん、鼻声、そう、ちょっと鼻声なんですけど。ただでさえ鼻声なのにね。はい、じゃあ最初のコーナーいきますか。はい。それでは、本日最初のコーナーは、せーの、フォアドル版アイドルドラフト会議。はい、ということで、今日11月17日、昭和40年に、日本初のプロ野球ドラフト会議が開かれました。はい、プロ野球の各球団がチームに欲しい新人選手を指名して交渉の権利を得る会議です。あれよく知ってるね、ぜひぜひ。ということで、このコーナーは私、浦谷春菜とちはるんがそれぞれアイドルチームの代表者となり、はい、自分のチームが5人組の新しいユニットを作るなら、うん、誰と5人組を構成したいかを発表していきたいと思います。でも、はーちゃんと分かれちゃうの？やだな。ありがとうな。ありがとう。カオケの中も一緒にいたいぐらい好きだよ、はっちゃん。それはちょっと嫌だな。気持ち悪い。はい、でも、まあ、これはあくまでもね、企画ということで、5人組のユニットなので、残り4人、自分を入れた5人なので、残り4人の
誰と一緒に組みたいかを、はい、今ね活躍している、うん、古今東西のアイドルの中から、うん、古今違う古今東西のアイドルの中から独断と偏見で、うん、私たちが勝手に選びました、はい、そうね悩みました。どっちから発表しようか、これジャンキーで負けた方にしよう。出さなきゃ負けよ、最初はグッジャンキーぽい。じゃあ私から、はい、じゃあ千春から発表しましょう。発表しましょう。移動します。はい、じゃあよいしょ。じゃあ早速、うん、私が会議ドラフト会議したアイドルさんを発表していきたいと思います。イエーイ。ではまず歌担当からいきますね。歌担当、じゃじゃん、ジェムの武田真彩さんです。なるほど、はい、真彩ちゃんの歌声が好き。真彩ちゃんの歌声がすっごい好きで、うん、もうジェムさんの曲ほんと大好きなんですけど、もう真彩ちゃんの歌声に惹かれて、うんうん、そうたくさん聴くようになったんですよ、うんうん、でももう一人いるんです。じゃじゃん、お、上野優香ちゃん。ツインボーカルってこと？そうなんです、ツインボーカルで、この二人にボーカル担当をやっていただきたいんですよ、うんうん、はい、で優香ちゃんはね、やっぱりバラードも歌えるし力強い歌も歌えるし、うんうん、いろんな声を出せるあのなってすごく思ってて、すごく尊敬してるので。え、違いますか？いや、合ってますよ。ちょっと携帯で見てみました。最近仲いいね、だって。はい、そうなんですよ。千春歌わないのって来てるよ。私はちょっと後です。さっきの説明します。はい、そして次、ビジュアル担当です。これはどうしても私が大好きなアイドルさんを入れたくて、もう皆さんも分かるかもしれないんですけど、じゃじゃん、乃木坂46の白石麻衣さんです。はい、これはもうマイアンは同い年なんですけど、私もうやっぱりビジュアルもいいしスタイルもいいしモデルもやってるし、なんかもうグループのなんていうんですかね、花担当をやってもらいたいです。豪華、契約金高そうって来てる。そうなんです、だから私ちょっといやこういう時にしかねできないから、確かに豪華にちょっとやっちゃって申し訳ございません。企画だからね、わがままよ、はい、そうなんです、こんな私が言うのも本当申し訳、想像したらすごい人気、申し訳ないんですけど。じゃ最後、癒し担当、じゃ私の大好きな西野七瀬さんです。はい、乃木坂46の西野七瀬さんですけど、私もう西野七瀬さんが大好きで大好きで、部屋になーちゃんコーナーっていうのも作ってるぐらい大好きなんですけど、もう入れようか迷ったんですよ。のぎめん来たー。いや本当に入れちゃっていいのかな、こんな私が言っていいのかなと思うぐらい悩んだんですけど、いやそうなんです。もうで、あのちょっとテーマを決めたくて、うん、私あんまり今フォワードル結構ガツガツ踊ってるじゃん、うん、踊って歌えるって言ってもらってるんですけど、このグループはあのそこまで踊らないグループで、あのなんて言ったらいいんですかね、落ち着いてるグループを作りたいです。なるほど、はい、歌が上手い子がいて、可愛い子がいて、癒し担当がいて、もう私はもうこうなったらあの愛嬌でいいかなと思って。愛嬌、愛嬌、愛嬌担当、そうそう、ちょっと変な、ちょっとやってみて、愛嬌、愛嬌担当の愛嬌、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 なんかあのブラジルの皆さんとか、それ愛嬌じゃなくない？違うの？なんかお笑い担当でやるそれ。あ、じゃあお笑い担当でいいんじゃない？うん、なんかもう変な人担当でいい。変な人。ボケとか。賑やかしだって。そう、なんかやってったらなんか入ってやりますっていう、なんかそれ笑いやん、笑いやんって来てる。はい、もう私それ愛嬌だったのか。この中に入れたら幸せなんで何でもいいです。ひな壇担当って来てる。ガヤ担当。ガヤ担当行きます。変な人。変な、なんか。でも大丈夫、割とゆうかちゃんも変な人だから。そうだね、うん、あ、そうだね。そうね。で、グループ名はあのオアシス。え、あ、グループ名、そっか。そう、私オアシスっていうグループ名でこの5人でやれたら、なんかもうオアシスな風が吹くんじゃないかなって。そうですね、私芸人で行きますね。じゃあ芸人担当、芸人担当で行きますね。オアシス芸人じゃないですよ。違います。マイナス4みたいなイメージですよ。はい。で、この5人でやって、コンセプトは白。白。もうなんか清楚系みたいな。なので、
もう衣装とかも落ち着いてる、もう白、白を着ちゃった白気象で、うん、やりたいです。そういうグループを私はやってみたいです。なるほど。以上、はい、オアシスでした。オアシス、ちょっと待って、ちょっとユニット名のこと考えてなかった、やばい。芸人じゃないですか、だから違います。私ですか。まあこんなぐらいか、芸人かもしれないですけど。お笑い担当だね。そう、笑い担当、ボケを、ボケとお笑い担当で何かあった時笑わせたいと思います。リーダーは、リーダーとかいないの。マイヤ、あ、マイヤリーダー、うん、マイヤリーダー、うん、いいね、うん、しっかりしてるお姉さんって感じでついていきます。メンバーカラーとかあるの。あ、メンバーカラーですかね、うん、あ、決めてないの、まだ。どうしよう。でもさ、もう元からさ、まやちゃんは赤って、赤って決まってるじゃん、すでに。自分のあれで言ったら赤、紫、白。スレッシュさんだから。なーちゃんはピンク。チャールは水色。水色、茶色。茶色茶色だけ茶色なんですか。彼のなーちゃんは黄色のイメージある。いや、黄色かなと思ったんだけど、うん、なんか本当になーちゃんは可愛くて、もうふわふわしてるオーラが出てる、うんうん、だからピンクかなって。ああ、なるほどね。チャールボケ、ボケ担当だから茶色でしょ。ボケだから茶色。あ、じゃあ茶色でいいです。目立たなくていいです。そうですね、今日も茶色着てきました。ゆうかちゃんが紫なのはなんで、はい、ゆうかちゃんはやっぱりこの中だと色っぽい、一番。あ、やっぱ色っぽいさも大切なんで。色っぽいってゆうかちゃん見てるかな。ゆうかちゃんも。なるほどね、はい、考えました。もう半分ぐらい終わっちゃった。そう、今日ね10時半からの配信だったんです。ごめんなさい。はい、私は芸人で頑張ります。芸人担当、はいはい。ああ、タイユニット名か。そっか。じゃあまずはメンバーから紹介していきたいと思います。じゃあまずは仲いいグループから一人、うん、ディアキスから島咲ちゃん。咲ちゃん、はい。なぜかというとスタイルが良くて美人さんなのと、うん、あと MC ですね。なんでビジュアルと MC 担当で島咲ちゃん、はい、島咲ちゃん、はい。そしてですね、リンクから山木彩乃ちゃん。はい、彩乃さん、彩乃ちゃんは私が初めてリンクさんのライブを見た時に一番目を引かれた子で、ダンスの踊り方がすっごい好きだったんですよ。なんかあの高校の時尊敬してたあのダンス部の先輩の踊り方にすごい似ててすごい好きだったのね。だからあの私と彩乃ちゃんで2人で一緒にダンス担当をやりたいなと思って彩乃ちゃんを選びました。はい。あとはじゃあラップ担当でリリカルスクールさんから彩香ちゃん。彩香さん、はい、かわいいよね。そう、かわいい、声もかわいい。でグラビアもやってるから、うん、まあ、あのグラビア担当にもなってもらって、いろんな、そう、いいスタイルしてるんで、うん、ラップとグラビア担当。そう、春菜ね、ラップ入ってるグループアイドルの曲って少ないと思うんですよ、うん、で K-POP ハマってから気づいたんですけど、うん、韓国のグループはラップ入ってる曲が多いんですよ、うんうんうん、だからラップも入れつつ、うん、歌もダンスもしっかりやるグループを作りたかったんですね、うんうんうん、なのでメインボーカルを発表します。はい、じゃじゃん、東京女子流さんの荒井ひとみちゃん。荒井ひとみちゃん、はい、ひりちゃん、私ひりちゃんの歌声がとっても好きなので、ひりちゃん大好き。全然ね、仲良しとかでも全然なくて喋ったこともないんですけども、荒井ひとみちゃん選べました、はい、一応なんかあのなんだ、遠すぎない人形でこう 選んでみました、うん、私は。でもなんか面白い、バランスがなんかいいと思われます。そう、バランスね、重視で選んだ。だからこう日本を代表する完璧なグループみたいなのを作りたいのね。だからじゃあなんか JPN、 JPN、 ジャパン、大文字で JPN、 JPN、 かっこいいと思うよ JPN。 いいよいいよいいよにします。ラップも入ってるしね、 JPN ってラップが入れましょう。JPN、 JPN、 でも覚えやすいのにしたいのね、うん、だから大文字で JPN にする、ジャパン、ダサいかなあ、みんな黒髪かな、うん、あ、じゃあ彩乃ちゃんがね染めてます、確か。でもまあ確かに黒髪に近いかも、ね、どうですか。私その人センター、そうです、センターです、ひとみちゃん。
素敵なグループですね。だって ありがとうございます。2人のチョイスにそれぞれの色が出てる感じ。北海道のアイドルいない。確かに私が北海道。いやでもね本当にね仲いい。春菜は何ですかって。はちゃんは 何役。あ、ダンス担当。あ、ね、そうダンスと、あと一応色っぽいって言われることにセクシー担当でいこうかな。でもね、いやセクシーいるよね。結構みんな色っぽい、うん、ダンス担当です。私は色っぽいグループですよ。ここはもうダンス担当できます、うん、はい、ということで他にもね、そう入れたかったメンバーいっぱいいて、いっぱいいます。そう5人じゃちょっと絞りきれなかったです、ね、コールミーさんのコウミちゃんとかもすごい一緒にやってみたかったし、うん、あと誰だろう、もう仲いいグループ特にケミカリとかは1人をピックアップしようと思ったんだけど、1人ピックアップすると3人ごと入れたくなっちゃうのね、うんうんうん、なので今回はあえて入れなかったりとか、うんうん、そう、あと誰いるかな、すっごい悩んだ今回。私元から大好きなラブドルのミータン、うんうんうん、ミータン本当に私本当好きなんですよ。ミータンが、ミータンはなんかもう歌もダンスも上手いじゃないですか、うんうん、だからどこに入れようかなって迷ったんですよ。本当前入れようか迷ってたんですけど、ミータンもできれば入れたいです。うんうん、うん、お人形さ ん、 んお人形さん担当で入れたい。あとは誰いるかな。あとはうん、誰だろう、考え出したら止まらない。リンクもさ、荒木さくらちゃん、そう荒木さくらちゃん、私すっごい顔がタイプで荒木さくらちゃんすごい好きだから、うん、すごい悩んだんですけど、でもやっぱ一番最初に見た時に綾乃ちゃんがすごい好きで、うんうんうん、そう一回ねあそこで会ったんですよ、アットジャム横浜に、ね、そうで撮ってもらって、うんうん、でフォロワーもしてもらってすごい嬉しかった、はい、ということで、はい、すっごい悩んでね、うん、でもまあ今日は企画なんでね、企画なすごいわがまま言わせていただきましたが、はい、そうだね、もしも夢が叶ったらいいね。そうだね、こういうなんかねできる、うん、いやね頑張ります。かなり豪華だけどね、千春の方とか特に。私多分もうね、もう私も結構豪華ですけど無理だと思いますね。無理だと思います。頑張ります。はいはい、ということで私たちの勝手な欲が爆発したアイドルドラフト会議でし た、 でした。ありがとうございました。いつか一緒にやりたい。ありがとうございました。はい、じゃあ戻りましょう。でもなんか一回一緒にやってみたいな。はい、ということで、はい、ゲストが来てます。ゲスト来てます。ビュースパーティーミツルさん、アイス、アイス、マシポンさん、どんぐり、たかしーさん、どんぐり、アイス、氷野さん、アイス、テリカさん、いいね、いいね、どんぐり、花束、コバさん、どんぐり、よっちゃん、あと三代目さん、どんぐり、いいね、かずきさん、いいね、長崎のピーさん、花束、インコとうさぎさん、花束、たぬおさん、どんぐり、田中教授、くま、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう皆さん。はい、ということで、おい、続いてのコーナーに行きましょうかね。はい、続いてのコーナーは、せーの、ワードのランキング検証。はい、このコーナーはインターネットに載っているさまざまなランキングをワードの視点で検証してみようというコーナーです、はい、今回見てみたランキングはこちら、じゃじゃん。11月といえば、11月といえば、はい、ということで、今からじゃあボードをまた使います、はい、はい、じゃあここからまた5位から、はい、遡っていきたいと思います。ちなみにこのランキングは最新トレンドニュース1000人のアンケートの調査結果によるものです、はい、じゃあまずは5位から。第5位はじゃじゃん、勤労感謝の日。はい、はい、ということで、勤労感謝の日は日本人は働き者で労働時間は世界的にも常にトップクラス、うん、働いている人に感謝、働けることに感謝、どちらも意味があるそうです。はい、ということで毎日頑張ってる皆さん、フォワドルのスミレアイオライトを聞いてたくさん元気を出して、出して朝眠いと思うんですけど、満員電車辛いと思うんですけど、毎日会社まで頑張っていって、フォアドルに会うために、フォアドルのショールームを見るために毎日頑張ってください。はい、そしてライブもねいっぱいやってるので、早く終わって癒せれたいとか、そういう
気分になった時はホワドルが待っていますので、いつでも会いに来てください。はい、皆さんの耳からです。イエーイはい、ということで勤労感謝の日、はい、毎日頑張っている皆さんを一緒に、自分も頑張ってると思うんですけど、ねぎらえたらいいなと思います。一緒に頑張りましょう、はい、ね。そして第4位はじゃん、じゃん、もみじや、もみじ、あ、もみじもみじ、はい、もみじはイチョウの葉や鮮やかな秋色に変わってとても綺麗です。休日には近くの紅葉スポットへお出かけしてみるのはいかがでしょうか、うん、いかがでしょうか。ということで、チャールンがさっき教えてくれたんだけど、北海道にも、北海道も結構有名なね紅葉スポットがあるんですけど、まず札幌市内だと北海道大学、あのポプラ並木があるんですね。はい、それが秋になると紅葉になって、すっごいイチョウのね葉っぱが落ちてて、落ち葉の絨毯、紅葉の絨毯、落ち葉の絨毯、そうとかすごく有名です札幌では。あとさ、なんかバスツアーでさ、うん、ダムみたいなとこ行ったじゃん。行きました、北海道でさ。その時すっごい落ち葉が、落ち葉じゃない、紅葉がすっごい綺麗だったんですよ。どこだったっけな、うーんとね、あれね、でもあそこ行ったよ、あの地球岬、あ、違う、それ冬か、それ冬だよ、室蘭、あれどこだっけな、札幌の方覚えてますかダムがあそう、ダムがあって、そこがすごい、あ、定山系ダムだって、そう、定山系ダムです、定山系ダム、そうそう、そこのね、紅葉がすっごい綺麗でした、うん、ね。あとは、あとはでもさ、割と私、田舎に住んでるんですけど、やっぱり、あの、道歩いてるとイチョウの木がいっぱい生えてたりとか、うんうんうん、意外とね、知られてないけど、綺麗なところとかもあるので、ね、うんうん、北海道もいいところばっかりです。はい、続いて第3位を見ていきましょう。第3位はじゃん、ボージョレ・ヌーボー。ボージョレ・ヌーボー、チャロン、ボージョレ・ヌーボーって何かわかる？ボージョレ・ヌーボー、え、ボジョレ・ヌーボー、ん、ボジョレ・ヌーボー、ボジョレ・ヌーボー、ボジョレ・ヌーボー、ボージョレ・ヌーボーじゃないんですか？ボジョレ・ヌーボーって、え、 CM でボージョレ・ヌーボーって言ってない？わかんない、私初めて聞きました、ボージョレ・ヌーボーだと思って、ボジョレ・ヌーボー、ボジョレ・ヌーボー、ボジョレ・ヌーボーは、うん、うん、コーヒーボケてくれたの、わかんない、今ね、何も見てないで言ってる、うん、ボジョレ・ヌーボー、じゃあ、チハルンが知らないと思うんで説明するね、はい、そう、お願いします。これはですね、うん、お、ファンにとっては好物のボジョレ・ヌーボーを飲むのは何よりの喜びのようです。毎年11月の第3木曜日が解禁日と決められていて、はいはい、その日より前に発売されることは一切認められていないということで、ボジョレ・ヌーボーはワインなんだけど、ワインか、そう、その年の秋に収穫されたブドウで採れた、うんうんうん、を使ったワイン、そう、ワイン、で解禁日が必ず決まってて、ね、うん、それより前には絶対に発売されないって、じゃあ今日じゃない、そう、しかも今年の、そう、2016年の解禁日は今日11月17日なんですよ。わあ、ワイン好きの方いらっしゃいますか？もうワクワクしたんじゃないですか？ヌーボーが新しいって意味なんだって。へえ、すごい、そうそう、ヌーボー、ヌーボー、フランス語、フランス語かな、うん、ヌーボー、じゃあヌーボーチハルで新しいチハルだね。ヌーボーチハルだよ今日なんかやばいね、ちょっと滑るね、滑りますね、はい、ということなんで、ね、どうだろう、ワインファンの方いらっしゃるかな、飲んだ人、ヌーボーは飲まない、ヌーボー飲まないの、飲まないんだね、ヌーボーってアイスあったよね、サイズ、サイズのワインそう、みんな高級イタリアンね、打ち上げしてくれてるから、はーちゃんワイン似合いそうだって、あ、時差の関係で日本が解禁早いんだって。あ、じゃあもしかしたらさ、本当にファンの方はさ、日本まで来てるかも ね、それを飲むために、うん、わー、あとで調べてみます、ね、ぜひワインファンの皆さんは、うん、今日解禁日だったのでたくさん飲んでくださいね、飲んでください、はい、ということで第2位、じゃーん、文化祭、文化祭、文化祭は11月にね、文化の日ということもあることで、うん、文化祭のイメージが11月は強いそうです、はい、実際に多くの高校や大学で文化祭や学園祭などのイベントが行われています。ということで、今は文化祭の真っ最中の学校が多いと思うんですけど、はい、はーちゃん、文化祭の思い出はありますか？文化祭はですね、あれなんですよ、高野祭に出れなかった、なんか私のその顔だけ私の学校
すごい歴史のある学校で100周年かなんかだったんですよ、うん、私が高2の時かな、うんうん、100周年かなんかだった、あ、高3だ、高3の時100周年かなんかだったんですけど、もともと女子校の学校で、うん、で初めて文化祭で高野祭ができるってなった年、文化祭は出たんですけど、土曜日だったんですね、2日目が。で土曜日夕方まで文化祭やって、夜から高野祭だったんですけど、ちょっと仕事の関係で高野祭に出れなくって泣きました。イベント頑張ったね、のりちゃん。ちなみにでも私たち の, あの北海道の高校の文化祭は8月とかにやります。そうなんです、北海道8月、7月8月にやりますね。だから秋は体育祭とか、うん、そう、秋は体育祭ですね。うん、文化祭っていうイメージはあんまりない。東京は文化祭シーズンですもんね、今ね。あとは飲食店とか出店ある。あ、やってた。1年がね、焼き鳥、焼き鳥。2年がね、うん、2年って何やってたんだろう、覚えてない。なんか、あ、わかった、あの、なんか憩いの場みたいなやつ。みんながなんかそこら辺で買った食べ物持ってきて食べるとこみたいな、ジュースとか売ってる。でもさ、あの、あれは、あとあれはミスコンとかあった？ミスコンなかった。なかった。うちでもあのステージを借りる、あの有志とかで借りれて、あの一般生徒がステージやったりとか、私ダンス部だったんで、ダンス部のステージ枠でステージ出てました。ミスコンはない、私も格好もなかったです。あれあった、なんかさ、オリジナル T シャツとかポロシャツとか。ありました。あれ文化祭ならではだよね。ポロシャツうちの高校なんかダメみたい な, なんか T シャツだけだった。うちポロシャツだった。だから今日ね、 HMV さんでポロシャツ初めて着たの。え、嘘。いや、あるよ。 あるけど、うん、多分そういうやつ初めて着た。がなんかグッ、なんていうの、学祭みたいな学祭みたいな。そう、初めて来たんですよ。嬉しかった。嬉しかった。あ、そうなんだ私ちなみに中学の制服がポロシャツでした。いいな、はい、ポロシャツでした。ジャールの学校はなんか特色なかったの？私の高校はですね、あんまり派手じゃなくて、うん、なんか屋台とかもなくて、なんかあらかじめ、屋台ないの？あらかじめ何が食べたいですかっていうなんか紙渡されて、食券で先生たちが入って渡されて、それ中学の時のシステムだった、うん、高校もミスコンもないし、うん、なんかステージもなんか学年で2組しか出れなくて、そう、あれね、そう、抽選で、ね、なんね、だから全なんか3年間小食係、小食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 、小装飾、装飾やって、うん、でもなんか有志みたいな枠があって、それで、うん、あのなんか3年生の時にアイドルの曲を踊りましたね、うんうん、何踊ったの？ AKB さんと、あ、流行ったね、プロさんを。いいな、それやりたかった、うん、有志でね出ようと思ったんだけど、誘った人に断られて出れなかったんだ、はい、卒業式の日はね、話飛んだ、うん、あれをやったよ、マイケル・ジャクソン。チャールのマイケル・ジャクソンとか見てみたいそれ見たいってきてる。はい、ということで文化祭シーズンだと思うんでね、はい、ぜひホワイトルも文化祭に呼んでください。お願いします。はい、ということで、じゃあ流行る第1位を見てみましょう、はい、第1位はじゃじゃん、七五三。七五三、これ七五三って11月なんですか？そうなんですか。全然イメージない。春に撮ったイメージあるんだけど、写真、ね、3月のイメージあった。3月、11月15日、はい、あ、今日じゃないですか。今日じゃない、一昨日、一昨日。七五三ね。女の子は7歳と3歳、男の子は5歳になったお祝いする行事、七五三ですね、はい、和服を着て写真を撮るのが慣例となっていて、広く親しまれています、うん、女の子は2回の機会がある分鮮明に覚えている人も多いようですが、男の子はあまり記憶に残っていないという人がほとんどのようです。ということで、うん、七五三はですね、はい、千歳飴が美味しかった思い出ぐらいです。私はおばあちゃんの住んでいる室蘭のお寺でやったんですけど、王冠を頭につけて、王冠が重たくて重たくて、うん、あーってやってた思い出があります。ビデオ見るともうずっとこれやってる。双子でさ、チャール双子ちゃん一緒に妹さんとやってた、うん、一緒にやって、なんか大量に子供たちが、あ、大量に大量にいて、そこに近
かも札幌から行ってる人とか多分いなくて、うん、みんな友達同士で、うん、みんなでわーってなってるんだけど、うちらだけポツンとなって2人で頭こうやってやってるの。ちょっと待って。この顔面視力塗られてね、うんうん、こう自分にここにピッてね、あ、1個ピッて、そう、なんかおひな祭りさんのおひな祭りの人形みたいにされて、うん、今日ちょっと飛んでるな、頭が。そう、うん、なんかあ、やだなって言ってた。ちっちゃい時よくあれ撮った、写真撮ったよ。笑ってないの。笑ってないの。多分ね、重い、うん、重たくてね。あ、そこで撮ったんだ。そこで撮ったの。スタジオでは撮んなかったの。撮ったかな。あ、撮ってるかもしれない。春のね、ひまわりのドレス着たのすごい覚えてて、あれはね、多分私が人生で一番可愛かった瞬間だと思う。ドレスとか着れたの？うん、着れた着れた。和服だったんだけど。なんかスタジオ行って好きなドレス選ばせてもらって、頭にひまわりをつけて、お団子して2つ。見たい。あれはね、人生で一番可愛い瞬間でしたよ。そこを機にこう劣化していくばかり。劣化で早い早い、まだ大丈夫。まだ可愛いよ自分。可愛いかな、ありがとう。七五三やろうぜ一緒に。来週七五三一緒にやる。年の差？え？年の差？年の差ですか？春のよりも2年前は多分なかったんじゃない？そういう失礼。なかったかな。失礼だろ。失礼だわ。皆さんね。みんなに助け求めない、困ってるから、ね、モニターの前にみんな。ごめんね。はい、はい、ということで、はい、ランキング検証でした。皆さんは11月にはどんな印象を持ってますか？持ってますか？ザ、寒い。教えてください。はい、ということで、はい、以上フォアドルのランキング検証でした。ありがとうございます。じゃあ最後のコーナーに行く前に、はい、スペシャルゲストですね。はい、スイキさん、どんぐり、カノーさん、タコ、どんぐり、マスポンさん、花束、どんぐり、タコ、いいね、ペリカさん、いいね、アイス、どんぐり、花束、コーリノさん、タコ、田中教授、どんぐり、高橋さん、どんぐり、タコ、伊沢炭酸、花束、ハラハラさん、風呂敷、カズキさん、タコ、タカさん、花束、石田屋さん、どんぐり、ありがとうございます。コロコロ、どんぐり、コロコロ。はっちゃん忙しいね。忙しい。はい、それでは最後のコーナーに行きましょう、はい、最後のコーナーは、せーの、あいまいルームで生ライブ、イエイ、移動します。タン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 、はい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 、ということで今週はですね、発売週、はい、発売週ということで、皆さん期待のあの曲を歌いたいと思います。なんだかね、なんだろうね。こういうやつかな。みんなも一緒に画面の向こうで踊ってください。じゃあマイクを持ってください。はあ、今日はなんか時間に余裕がある。なんでだ、実はあんまりないんだよ、うん、あんまりないんですか。もうあと12分後にはテレタマの放送。そうかそうか、そう、あ、はいはい。では昨日じゃなくて11月15日おととい発売したホワイトルニューシングルのスミレアイオライトを歌いたいと思います。この部分ラップもあるんですけど、ツイッターとかでね、ラップ講座の動画も載せていて、そうなんです。今日のライブではね、すごく言ってくれて嬉しかったね。嬉しかったね。一緒に画面の向こうで歌詞カード見ながらとかでもいいので一緒にやってください。はい、あ、でかく大丈夫ですか。大丈夫です。ステイステイ、まだでしたね。今までの、あ、オッケー、大丈夫。はい、それでは皆さん一緒にラップやりましょう。聴いてください、スミレアイオライト。足元影が伸び
生誕曲ライブ in 東京一部に出演させていただきます。
は10時、会場10時30分、ホワイトドールの出演は11時頃です。会場が渋谷のブエノスさんです。はい、そしてその日の夕方から、一部がタワーレコード横浜ビブレ店でリリースイベントがあります。一部が16時開演、二部が19時開演です。ぜひ遊びに来てください。はい、そして11月20日は FM 富士サンデー富士サンデーパンチに公開生放送でゲスト出演させていただきます。11月20日10時から16時の公開生放送なんですけど、はい、ホワイトオールの出演は12時台の予定です。はい、11時の間違いです。はい、すいません。でもホワイトオールの出演時間は12時台の予定です。はい、ぜひ聞いてください。回答来れる方はぜひ公開11時台、あ、10時から16時の公開生放送で出演が11時台です。すいません、11時台です。はい、よかったら公開生放送来れる方はぜひ遊びに来てください。そして次のその日とタワーレコード池袋店でとリリースイベントがあります。13時スタートで、こちらも観覧フリーなので遊びに来てください。はい、そして夜からはですね、タワーレコード渋谷店の B1 ですね、地下で私たちリリースイベントをやらせていただきます。はい、時間は19時からです。念願のポップアップスタジオなので、はい、ぜひぜひお友達連れてたくさん遊びに来てください。お待ちしてます。はい、そして11月23日はアイドルカーニバル in 埼玉ボリューム2に出演します。と時間がお昼が12時30分開演で、夜が17時開演となっていて、会場が埼玉ヘブンスロック埼玉新都心 VJ3 というところです。予約受付中なのでぜひ遊びに来てください。はい、そして11月22日はホワイトオールレギュラー公演春色に染めてボリューム17ゲスト公演があります。1部17時30分、2部が19時で、2部はゲスト公演ということで、ハニーゴーラーさんがゲストで来てくださいます。チケット発売中です。はい、そして12月6日レギュラー公演春色に染めてボリューム18があります。1部17時半開演、2部19時半開演で渋谷グラッドです。そしてその月今年最後のレギュラー公演が20日にあります。春色に染めてボリューム19、今回もゲスト公演ということで、1部が17時半開演、2部が19時開演で、今回今年最後のゲストにはディアキスさんが来てくれます。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、はい、では最後に、あ、そして大事な告知がありました。なんと今日解禁の告知なんですけど、はい、じゃじゃん、うん、ホワイトオールクリスマスライブ決定、イエーイ。日時は2016年12月24日で、はい、一部はなんとホワイトオールと新潟のケミカルリアクションさんの、はい、ツーマンライブです。イエーイ。タイトルは雪の花が降る前にということで、うん、渋谷サイクロンさんで13時開演です。そして2部は同じく渋谷サイクロンさんで18時開演、はい、ホワイトオールクリスマスライブ冬色に染めて、こちらはワンマンライブとなっておりますので、はい、ぜひぜひ1日クリスマスイブホワイトルと過ごしてくれたら嬉しいです。チケットは土曜日10時から発売です。ぜひ買ってください。買ってください。ぜひゲットして遊びに来てください。クリスマス過ごしましょう。はい、お願いします。わーい、はい、やっとできた。皆さん予定あげておいてくださいね。24日は、はい、はい、では最後ランキングをいきたいと思うんですけど、その前にまたゲスト来てたので発表していきます。よっちゃん、あと3代目さん、アイス花束いいね、たぬおさん、アイスいいね花束、マスポンさん、花束アイスいいね、田中教授どんぐりいいね、氷野さんどんぐり、マスポンさんアイス、たかしーさんどんぐりいいねアイス、タコフェリカさんいいねどんぐりアイス、タカさんいいね、スコラさんどんぐり、石田屋さん花束、お花畑さんタコいいね、大ちゃんいいね、ゴーさんいいね、あ、アイスどんぐり、発表作パーティーみつるんさんアイス、 ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にランキング発表したいと思います。はい、第10位からいきます。第10位はじゃん、お花畑さんです。ありがとうございます。そして第9位は、はい、あ、違うみたいです。13位でした、ごめんなさい。あ、間違えましたか。あ、ごめんなさい。第10位はじゃく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 じゃん、ホワイティーさん、ホワイティーさんです。おめでとうございます。ありがとうございます、ホワイティーさん。駆け足になってありがとうございます。そして第9位はじゃく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 じゃん、伊沢田さんです。ありがとうございます。そして第7位、第8位、じゃ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 ん、フェリカさんです。おめでとうございます。そして第7位はじゃ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 ん、たのうさんです。おめでとうございます。そして第6位はじゃん、かずきさんです。おめでとうございます。
第5位、ドゥルドゥルドゥルルじゃん、チャガッペさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そして第4位、ドゥルドゥルドゥルルルじゃん、よっちゃんあと3代目さん、おめでとうございます。そして第2位、ドゥルドゥルドゥルルルルルじゃん、たかしさんです。おめでとうございます。そして第2位、ドゥルドゥルルルル第2位です。第2位。第2位ですね。ルルルルルルじゃん、田中教授。そして流行る第1位は、ドゥ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 じゃん、マスコさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そして最終ビュー数が、はい、最終ビュー数、最終ビュー数は2300。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっと30分ね遅い配信だったんですけども、はい、早い配信です。あ、早い配信です。ちょっともうテンパってる。はい、なんですけども、早めの22時台で初めて配信を見てくれた皆さん、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当は毎週23時からやってますので、ぜひ来週も見に来てください。ください。そしてこの後テレタマ CM 明けに報道る出演らしいので、あ、来た来た来た、映ってるらしいので、今から皆さんぜひ見てください。見てください。それでは来週も見てください。果たしてどんな企画が待っているのでしょうか。愉快なコーナー、愉快トーク、忘れちゃいけない生ライブ、早く来い来い、木曜日、青木ちゃると浦谷春菜がお届けするワイドールのアイマイルームでお会いしましょう。バイバイ。テレタマ見てからいい夢見ろよ。いい夢見ろ。